なんかあんまり頑張らん芸人言いながらも、うん、釣れたらあって土井さんも持って帰るんじゃ。持って帰りません。あれ帰らんすよ。この場合さまくんか。こらこれはこれですごいな。うん、だけど全くそれ考えんで選択肢がよかった。まあ誰かのが釣れてからな。おいおい、俺これこれ恐ろしい。釣ってから言わんとね。あいつは言ってないよね。いつもそれ俺そうです。ほら釣った言うで。お前ね。じゃあここは一つ土井さんぜひとも釣ってください。土井かぶね。案外この人が一発目釣ったらよ、うん、絶対トイさんをすごいバカにすることでしょ。うん。これは間違いない。いやこれ 100% やね。 100% です。それは卒業しよう。持ってから言わんかいって言うよ。絶対言うよ。お前釣ったとこ見たことないわって言うよ。今とここっちのセリフやけどな。今とこっちのセリフやけどな。あともう撮ってないで。ボンバス以外ですけどな。ああ。ここは本当に申し訳ない。ここはアフですから。なんか悲しい戦いが始まってます。悲しいんじゃなくて見にくい戦い。見にくい。残念ながら正解だな。前で釣った。そうです。もうなんだかんだ言いながらね、やっぱり期待大悟はこの男なんですよ。どこ行ってもなんか釣る男ですから。なんかって言ったら失礼やね。ただターゲット挙手をちゃんと釣るって。今はないですよ。普通なんですよ。いや皆さんが。あとあそあと釣りさんの後ろで用意が終わったこの人も琵琶湖経験者。あの人は一番すわ。ええ、琵琶湖経験者ですからね。琵琶湖ほら場所詳しいじゃん。船で出とったけん。うん。ぜひとも釣っていただきたい。ですね。ねえ。スピナーベイトするとね。やっぱりいろいろね、でも釣る手段を知っとるこの人が一番強いんじゃんかな。こう謙虚に出たわけだね。内心釣ったるでって。さっきがムンムンに出とったらダメみたいです。さっきムンムンではダメみたいです。もう僕もそうなんですけど。難しいね。これだったんですけど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 。プロは道具のせいにしないぜ。この子でプロとかいう発言をしたらほんまかいなって寄ってきたら大変。これぐらいですよ。よかったな。花の底で思ってる。誰よりもでっかいの釣ってるぜみたいな。ほんでナマズが釣れる。魚が釣れたらええじゃん。そうやね。こんな広いとこでね。取れたかった。ゴリ負けちゃうっすよ。聞いてへん。ゴリ負けちゃうね。うわ。あ、ほうなんだ。できたら、ズラ引きやね。そうね。
やっぱり今日さすが、さすが。あかんすか。当たりなしですか。風で この風はあれか、トイさんの罠ですか。こう林さんに風に苦しむがいい。雨もごつないだ。どうなんですか。これね、降りすぎっすか。降りすぎ。火なんですか。あれでそこ持っておけんで、あらやらんの。またもや大盛りですよ。入ったら雨がよ、あなた、うん、雨ほど追いかけてきめへんだろ、逆だろ。悲しそうな顔です。広いもんね。違うんすか。風がね、あって遊びが逆からの方が良さそうやね。多分ちっちゃいやつ釣れるもん。ほう。あ。なんか忘れたんですか。釣り神さんの車タバコ。
なんとか釣るとこを撮りたいんやけどね。ああ。カメラマンになった。行ってみる？ね、雲行き怪しいね。
そうよ。違うの？来たんかと思いました。何がおるんでしょうかね。ものすごい大粒っすよこれ。
考えりゃいい。日頃の運全部車にぶち込んで、笑うなら笑う。